日本鹿児島県鹿児島市住吉町住吉町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下下町住吉町。郵便番号は892-0823。人口は379人、世帯数は251世帯。1963年より、住吉町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市中部に位置している。 町域の北方には、泉町、南方には南林寺町、海を隔てて城南町、西方には、堀江町、東方には、本港新町がそれぞれ接している。町域の中央を南北に、鹿児島県道214号鹿児島高線が、通っている。町域内には1935年に、九州初の成果。 水産併設の市場として、鹿児島市中央卸売市場が設置されたが、敷地が手狭になったことから、1968年に水産部門が魚類市場として独立し、城南町に移転、1976年には生果部門が生果市場となり、東開町に移転した。また、国鉄鹿児島臨港線が通っており、 鹿児島交易も所在していたが、1984年に貨物船が廃止された。江戸時代の住吉町は、鹿児島城下下町のうちであった。南方は文政から、天保年頃に諸国区役によって埋め立てられた薬島、岸木から、北方は、名山堀に至る区域に成立した。1888年に交付された姿勢に基づき、 1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には鹿児島県令第26号によって鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より鹿児島市が成立した。 それまでの住吉町は、鹿児島市の町、住吉町となった。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1963年9月11日に、城南地区で住居表示に伴う町域の再編が実施され、須崎町の一部を住吉町に編入した。また、 住吉町の全域で住居表示が実施された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。